皆さんこんにちは、ボーチェエディターの川津です。今日はボーチェ2月号につく、この解毒棒ミニの付録の魅力をお伝えする動画を撮りたいなと思っているんですけれども、ちょっと私一人だと不安なのでスペシャルゲストをお呼びしています。ママのたかしです。今までひきずりです。この神です。3人合わせてエンビーガベリアルです。はい、どうもありがとうございます。あのいつもね、付録の検証を YouTube で、はい、あのインガブさんたちがしていて、道場破りで乗り込んでいったので、ちょっと今日もそんな感じで、今日はちょっと呼びつけて、呼ばれちゃった、仕方なく来ちゃってた。毎回もボーチェの雑誌 の, あの付録のところ の, あのふざけてる感じ、はい、あれちょっとうちは読んじゃったからね。歌満載、遊び心満載、ね、ありがとうございます。よかった。実はボーチェの2月号でまたちょっと面白い付録がこれなんですけど、つくんですね。でこれが何かというと、うん、あの解毒棒ミニっていうもので、もともと講談社から出ているこの解毒棒っていう付録付きの書籍があるんですけど、これがもう本当に予約が取れないサロンのカリスマ足つぼ師のマティさんと作ったもので、マティさんのこの手が本当に流す力がすごかったり、ツボを捉える力がすごいんですけど、そのマティさんの手を再現した解毒棒のこういうことですね。だからそういうことです。手の形になってるってことね。こういう見たことありますよ。有名なそのマティさんっていう方の手を味わうことができるってこと、はい、そうなんです。手を味わうことができるこの書籍のオリジナルサイズ、今回ボーチェにつくのはこうコンパクトサイズなんです。限定カラーでボーチェだけにつくんですけど、ちょっとコンパクトになってるのでよりこう使いやすい。あ、なるほど。その前回のやつよりもちょっとコンパクト小さめになってる。そうなんです、そうなんです。これがですね、もともとこれぐらいのでかっ、そう、サイズなんです。すごい立派。マティさんの手がこのぐらいだと。そうなんです。そういうことよ。はい。そう。なんかこれあれですよね。ここを通したらほら、こうなんかちょっと嫌な人。いろんな要素が。そうそうそう。だから結局マティさんの手を使って自分の手を汚さずに人を攻撃できる。そういう感じ。なるほど。そう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 。ジョンズマンとか歌うとき、まず YMC 最初の Y を。そうそう。あ、 そうそう。あ、それか。あ、なるほど。あのほら、もうクリスマスだから、はい、あの飲み会シーズンじゃないですか。はい、そうするとこれ持ってこう飲もうってこうやってやれば、あの森高さんの手みたいになりますよ。そう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 。これ紐を通して。うん、こうやってやったらトナカイみたいな。ほら、なるほど。そう。で、ここの長いところをこうやってやって、ここにあのほらあのキャンドルを灯したら、うん、あのほらちょっとこうね、そうこういう感じのことができる。なるほど、なるほど。いろんなことができる。いろんなことができる。便利。今回はそういう使い方ではない。ではない。一応公式にはそうなんです。ね、はい、足つぼを押したりこう流したりっていうところが、うん、あのメインの使い方になります。っていうのはいいですね。そうなんですよ。なんか持ち歩きとかでもいいし、はいはい、あ、これはちょっと試してみたいな。でしょ、うん、試してもらいたいんですけど、うん、実は特別に、うん、マティさんをもう呼んじゃいました。本人呼んじゃった。そうだね。はい。すごいですけど。そう。これいらない。今日はいらないけど、あのお家でやるときはこれで。あ、これ使って。はい、今日施術してもらって、そのやり方を知って、うん、それをこれで再現すればいいところですね。そうです。そうです。うん、そうそうやだい。そういうことよ。そう。なのですげえ付録に本気出してきてるからね。やばいよ。はい、じゃあ3人にぜひ試していただきたいので。嬉しい。はい。じゃあ仕方なく試してあげるよ。ありがとうございます。早速マティさんに来ていただきましょうか。はい。はい、お願いします。では早速、人気足つぼ師のマティさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。来ていただいて本当に予約が取れないサロンと聞いてます。申し訳ございません。はい。で今日はあの縁側の皆さんに実際マティさんの足つぼを体験していただければなと思っているのでよろしくお願いします。お願いします。すごい楽しみ、はい、逆に怖いんですけど。怖いですか。いや、あの基本的にはあの悪いところが痛く感じると言われているので。いや、もう悪いところしかないから、今ジェットコースターに乗る前の心境みたいな。そう、今ちょっと上がってってるみたいな。あ、そう、その前は
もう悪いところなんて一切ないんで、まあ、口だよね、まずね。じゃあどなたから体験しますか？いや、もう足出てる人からです。あ、そうよ、足出てるの怖い。まあ、じゃあね、まあ、足の申し子じゃない。足の申し子言われたら今日初めてよ。いや、美脚だからね。やらさせてもいいですか？うん、ぜひやりましょう。まずは体の解毒ですね。あ、はい、なくなっちゃうんじゃない、解毒したら。体のゴミ箱。ゴミ箱。あ、そこは腎臓膀胱というところです。でも気も痛い。でも問題ないです、大丈夫です。気持ちいいからのここが痛いです。流してる、はい、ここですね。でも、あの、全然柔らかいですね。基本は健康体だと思います。おー、はい、それが一番大事だよね。どんどん汗が出てくるよ。わかる。で、言っときながらなんですけど、早速くるぶしの下、内くるぶしなんですけど、はい、ここぷっくりぼってりしてるの分かります？うん、これ膀胱なんですよ。あら、行きたい時にトイレ行かないと毒は出ないんですよ、体の解毒っていうのは。で、そこをやるとわかりますかね。え、そこの外から出るとかじゃないですよね。やめてよ、ちょっとちょっと我慢してよ、我慢してよ。おしっこ行くんかな。これ膀胱です。痛い、痛い、痛い。そう、ブチブチって言ったの分かります。痛い、おしっこ出ちゃう。やめなよ、ちょっと違う風になっちゃうでしょ。まあ、うわっ、わざと、わざと。痛い、痛い、めっちゃ寂しい。痛いですよね、痛いですよね。これ表面柔らかそうに見えて中すごいブチブチゴリゴリ硬いんですよ。こういう方っていうのは頭脳プレしすぎです。頭全然考えてないってこと。あれ、これ考えすぎですね。痛い。まずは腎臓膀胱という体のゴミ箱ですね。親指の腹今やってるんですけど、ストレスのツボパンパンです。もうほぼストレス、かわいそうなぐらい。まず体のゴミ箱、腎臓膀胱からやっていきます。お、柔らかい。お、解毒はちゃんと行われてます。すごい、足裏すごい柔らかいんですよ、ベビー足。すごい、もう角質もなくて、もうすごい綺麗です。いつも気になってたんですけど、はい、膀胱です。やっぱり、はい、いきます。私、極度の面倒。こんな感じですね、膀胱です。はい。私、極度の面倒くさがりなんで、トイレもギリギリまでも我慢するんですよね。あ、我慢はいいんですけど、うん、でも行っとこうだけはダメですね。前もって行くことはやめた方がいいです。だからそこまで悪くはないんですよ。いいと思います。皆さん、いかがでしたか、足つぼ。いや、もう衝撃的でした。なんか初めね、それこそさっきもやってもらってる時に言ってたけど、いや、ちょっと撮影だし痛いふりした方がいいかなと思ったよ、ね、思った。なんだけどもう全然なんかもうなりふり構ってらんないじゃん。もう撮られてようと、撮られてなんかどうでもいい、行って。なんかまあ美しく押されてようと思ったけどちょっと無理だった。で、そのマティさんの手を再現したこの解毒棒ミニ、これで自宅でマティさんの足つぼをセルフでできますので、ぜひ皆さん今日してもらったツボを自宅でやってみてください。なるほど、使えますよ、ね、すごい。あの棒を持ってこうやって微笑んでる、あの、何もやってないからできる。あら、何もやってない。このなんか、これこれで気持ちよくなりますとかって言ってるけど、あれはやってない人のセリフだ。ちょっとここ、あれ、ちょっと待って、ちょっと、やりましょう。イエーイ、あら、やりな。そう、まあまあまあ、でもまあ、大丈夫ですよ。かつさ、最近の悩みは何かな。なんだろう、ちょっと疲れてるって感じですかね。じゃあ一番痛いとこお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。最初から詰まってます。ゴミよ、ゴミ。最初から詰まってる。指が進まないですね。痛い、痛い、痛い。もう解毒食べ過ぎです。痛い、痛い、痛い。ちょっとどこが痛いです。腎臓膀胱でした。今体のゴミが出てないと。あ、ね、ゴミためということで。むくむくちゃんなんですよ。むくむくちゃん、むくむくちゃん。座る仕事だからね。そうよね。どうしても見ただけでむくんでんの。おってりしちゃってるから。ねえ、でも可愛い足よ。
これ握ってればいいわよ。握ってなさい。老廃物がついちゃってるので。うわはい、この解毒棒ミニで。そう、じゃあこの解毒棒ミニの宣伝を今したらどうですか。そう、はいはい、そう、むくみも取れるしすっきりします。あいいねいいね。もうちょ2月号についてます。皆さんもうちょ2月号ぜひご購読ください。